はい、よろしくお願いします。ド・アイチです。今回ね、33歳記念で始めようと思いまして、ある先生を呼んでおりますので、よろしくお願いします。はい、はい、どうも、ダイヤシです。よろしくお願いします。びっくりでしょ知らない方も、ね、いらっしゃるかもしれないんですが、はい、自分の大好きな YouTube でドラムをね、叩いてらっしゃるダイヤシ先生です、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで、まあ、今回ハイスさんドラム初めてということなので、はい、そうです。はい、なので、まあ、本当に基礎から、はい、はい、やっていきたいと思います。はい、というわけで、一番初めはスティックの握り方から。はい、お願いします。はい、では、まず、スティックの下から3分の1ぐらい、はい、はい、ここを、ちょっと難しいんですけども、人差し指だけでこうやって握ってみましょう。はい、あ、そうですね、そんな感じです、はい、あ、でも、もう気持ち上を、もう気持ち上、あ、そうですね、はい、まあ、とりあえずそんなふうにしておきましょう。はい、はい、そうしたらここの今握っているこの空いている部分に親指の真ん中を置きます。はい、はい、こういうことですね。ああ、待って、はい、大丈夫です。こういうことですか。あ、そうです、まさしくそういうことです、はい、で、さっきは人差し指だけだったので、はい、これギュッて握ってないと落ちちゃいそうだったんですけども、はい、親指のこの真ん中を置くことによって、はい、ちゃんと全体をカバーしてるから、そんなに力、はい、そうですね、なくても、はい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 、大丈夫なんですね、はい、で、ここを視点にしてスティックがこういう風に振られる、はい、これがまず基礎になっていきます。ここから他の指も足していきたいと思います、はい、ではまず、ちょっと手を真上にしてみてください、はいはい、で、この親指の角度と人差し指の角度でスティックってこう動くんですね。で、はいはいはい、これでなるべく腕からスティックがまっすぐになるようにしてみてください、はい、つまり親指を多分、そうですね、はい、あ、でもいい感じです、はい、そういうことです。そしたら残りのこの3本の指のこの中心部分を、はい、ここをこうやって乗せてみましょう、はい、はい、で、その時にこうやって乗せてしまうとうまく動かせなくなってくるので、本当にこうですね。ああ、常にこう立てる感じじゃなくて、はい、立てる感じじゃなくて、はい、寝かせる感じで、あ、そうです、そうです。で、そしてそのまま手の甲を真上に、はい、そうです。全然違う、あ、そうなんですね。なんか思っ、あ、はい、はい、こういう握り方なんです。はい、これは一番基礎的なジャーマングリップと言われる握り方ですね。はい、はい、それで手の甲を真上にしましょう、はいはい、はい、で、手の甲を真上にすると腕からこうまっすぐになっているので、はい、なのでこのままだとこうなっちゃうんですね、中心を狙うとしても、はい、なのでちょっと脇を開きます、はい、そしてハの字を作るような、はいはい、感じにして、で、この中心を狙うと、はい、はい、で、もう気持ちこれがこうなって、そうです、そうです、そうです、そういう感じですはい、これが基礎的なスティックの握り方です。あ、わかりました。はい、それでは、はい、4種類の、はい、基礎的な叩き方伝えていきたいと思います、はい、ただ一つ絵心は僕すごくないと言われるので大丈夫です、はい、なので絵がわからなかったりとか、あ、大丈夫です、はいはい、それでは行きましょう、はいはい、で、スティックを画面に当てて、そのまま元の位置に戻ってくる叩き方、はい、これをフルストロークと言います、はいはい、まあよく連打でタカ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 とかすごい速さでやってるのは、はい、大体このフルストロークを使って叩いています、はいはい、というわけで、じゃあちょっとフルストロークやっていきましょう、はい、スティックをまず高い位置に準備して、はい、高い位置から叩いて元の位置に戻す、はい、元の位置に戻す。で、この叩いた時にリバウンドというのがあるので、はい、叩いたらこうスティックは戻ってこようとするんですね、はい、それをコントロールして戻す、勢いよくバンってやると、はい、その分リバウンドが 強いので、はい、早めに返ってきてくるよって言うんですね、はい、それをこうやって跳ね返す力です。で、よくわからない、返ってくる力がよくわからないという時には、はい、一度この3本の指一回完全に外してみましょう、はい、そして人差し指と親指だけで力を抜きながら叩いて戻してみましょう、
強めにこう。パンって跳ね返る感じ、はい、パンと跳ね返る感じに指を添えてあげるっていうような、そうですそうです、なるほど、はい、そういうことです。じゃあ左手も試しにやってみましょう。これずっとギュッてわけじゃないんですね。ギュッてやっちゃダメです。むしろこれドラムの場合には基本的にはこうやってギュッてやると、はい、そうすると音も悪くなるし、はい、筋肉痛になってなんか変な筋肉がついちゃったりするんです。ああ、そうなんだ、はい。あのやっぱりこのドラムセットっていうのは響きを使う楽器なので、はい、なのでまあこれが当たった瞬間に石のようにこう固くガチってなっていたら、はい、こういう音になってしまう。力を抜いていくとこういう音に変わっていく。すげー、全然違う。すげー、ただ叩くだけだと全然違うな。そうです。あ、いいですね。そういうことです。じゃあ、そしたらこれを両手でタカタカタカみたいな感じでやってみましょう。で、今左手、右手も両方ともちょっとだけ、はい、あの手指が上になっているので、あ、まあ、はい、手の甲を上にして、ね、はい。それで、なんか。で、今左手の指がちょっと動いていないので、そこもちょっと頑張って動かしつつですね。指を動かす。はい。指を動かす、はい、指を動かす、指を動かす、こういう感じですね。なるほど、なるほど、